それとさっきからそこにいる女、懸賞金5500万ベリー。よく張り紙を読んでこい。最低額7000万ベリーの賞金首、それ以下の船長の交渉は受け付けねえ。それにあのタヌキ、やけに俺たち麦わらの一味のこと詳しくないか。なんなんだあの喋るタヌキ。俺たちのこと主人が帰ってきたと思ってついてきてやがるんだな。ここは私が、あんた面白い女だね。じゃあ二択にしてあげる。ルフィ船長の誘いを受ける、それとも死ぬ。レベルが違うのさ。誰でもうちの一味に入れると思うんじゃねえよ。男を待っている。どうせルフィ船長の名を聞いたら泣いて謝るような軟弱野郎だろう。おーい、こと、まさかこれはお前の仕業じゃないだろうな。土下座しろ。バカ言ってんじゃねえよ。喋るタヌキなんているわけよ。確かに見たこともねえ生き物だ。関わると面倒なことになる。無視しろ無視。俺もさっきから気になってたんだが、もしかしてこれ見てみろよ。飼うの？餌何？ないよそんなの。だからもういいからどっか行きな。おいでチョッパー。キュウリよ。足でまといに酔わねえ。俺たちは選ばれた海賊だ。数にしてざっと100人。3つの海賊団が丸ごとうちに入った。でなきゃおめえ一瞬の判断ミスで一生棒に振ることになるぞ。そうか。